私は防災研究所の地震災害部門の助教授で澤田と申します。よろしくお願いいたします。で本日は、お忙しいところ、本公開講座に参加いただきまして大変ありがとうございます。で今日はですね、ここにありますように土木構造物の耐震設計基準に関する最近の動向と対してですね、話題提供をさせていただきます。この1、2年の間にですね、実はですね、土木学会の中で随分この、これからの耐震設計基準をどうするべきかという議論が進みました。で、いろんなそのドキュメントを作ったりしてるわけなんですが、それの速報的な意味合いということですね。で、まだ、最終的な報告書ができてないものが多くあります。で、そういうものは、今日とご意見いただきますとですね、多少反映できるかもしれない。ということです。で始める前にですね、なんですけども、この車の名前をご存知の方おられますでしょうか。そうなんですね、そのプラバントと言われる車です。で、この車なんですけども、東ドイツで1990年まで非常に超人気車だったわけですね。買うのに何年も待たないと買えないと、東ドイツの中とかですね。ところがベルリンの壁が崩壊とするとともに消え去ってしまったわけです。でそれはそうでしょうというのが、我々から見たらそうですよね。1990年代に、この程度の車を作っていた。で、隣の西ドイツではアウディがあり、メルセデス・ベンツがあり、フォルクスワーゲンがありと、その全然レベルの違う車を作ってたわけですよね。で、要するに、国家から保護されていた世の中の変わらずで技術革新が全然十分じゃなかったと。だからベルリンの壁がなくなれば途端に消える猿運命にあったと、こういうことですね。で、これがですね、まるで日本の土木構造物のように私には思えるわけです。で、日本の土木構造物も国家から保護されていてですね、十分な技術革新がされてきたかというと、あまりされてきてなかったというのが、私の印象なんですね。で、まだその外の風がですね、それほど強くないので、大丈夫だと思うんですけども、これからどんどんグローバル化の時代が進むと、かなり危ないと。で、例えばですね、台湾っていう国はですね、いろんな国の構造物があって、その日本タイプとかアメリカタイプとかヨーロッパタイプがこう混在してるわけなんですけども、例えば日本の構造物っていうのはいかにも丈夫かもしれないけども、ごつくさくてあまり洗練されてないということがはっきり分かるわけです。で、この車のようだと思ってるわけなんですね。で、だからなんとかやっぱり日本の構造物も十分な技術革新をモチベーションを与えないといけないと、こう思っているわけです。で、そのために、今までの基準をどうしたらいいかということを考えている。で、阪神大震災以降ですね、いろんな動きがありました。それまでの動きはなさすぎたと言ってもいいんですけども、で、その以後のポイントっていうのは、大体大きく分けて3つあると思うんですね。で、1つは、レベル2設計の導入ということで、これは多くの方は、もうほとんどのものが、住んでいるというものもあるし、非常に分かりやすい。で、もう1つがですね、性能設計の移行ということですね。で、この話も、おいおい今日の話、この性能設計の話がメインになります。それとですね、国際基準に対応しないといけないというのが、ある意味降って湧いてきたように、出てきているわけです。で、大きく分けてこの3つのポイントがあると。で、それぞれの対応の中に、いろいろ、込み出し的なものがあって、で、その中の一つに、レベル2は済んだら次はレベル1はどうするんだっていうレベル1の見直しっていうのも入ってくる。で、今の言ったようなこのポイントがどういうふうに、ドキュメント的に反映されてきたかということなんですけども、まずその去年までですね、去年というか去年度までにどういうことがされてきたかというと、
まあ阪神大震災のすぐ後で、まあ、土木学会第一第二提言というのを出たで、まあ、基本はレベル2設計の導入をしなさいという提言がなされたということですね。でそれを受けて、まあ、各地耐震設計基準が改定されてきましたと。でもうこれはもうほとんど終わってます。各地構造物に関して、まあ、ほとんど終わってレベル2設計は基本的には導入されてきたということですね。でそれでまあ実務的には終わったかというと、終わったと思われている方もたくさんいると思うんですけども、我々はこの改定を、まあ、いわば苦々しく思って見ていたということなんですね。で何が苦々しかったかというと、阪神で、まあ、被害が起きたのは起きたんですけども、だからといって阪神の例えば地震度で日本中設計したらいいかというと、決してそんなことはないだろうというか、まあ、ちょっと逆に言えば日本全国で全体で見れば設計地震度が大きくなりすぎるということですね。で、まあ、そういう苦々しさを、まあ、いわば第三次提言という形で、まあ、一つ、示したと。で基本は性能設計をしないとダメですよということですね。全国一律の基準でやるのには、ね、限界が出てきたと。で性能設計に移行しましょうということですね。であと耐震設計ガイドラインというのが出ました。でこれはまあ性能設計の話もあるんですけども、どちらかというとレベル2設計の導入の、まあ仕上げみたいな感じです。でそれからですね、去年度の一番最後に、土木建築にかかる設計の基本っていうこういうドキュメントが、これは国土交通省で作られました。これ3年ほどかかって作られたドキュメントなんですけども、これは国際化対応で、今日はこの国際、土木建築にかかる設計の基本の話は、途中でかなり詳しくします。でどういうものが書かれているかという話をします。で、問題の今年度ですね、平成14年度はで何があったかということなんですけども、まず大きな動きとしては、その地震工学委員会の下に、まあ、耐震基準省委員会というのがあるんですけども、これが先ほど のガイドラインというのを作ったんですけども、まあ、ガイドラインというのを一通り作ってレベル2設計の方を、まあ、一応、まあ、仕上げというか、まあ、ある程度まとめたので、じゃあこれからどうするというこれからのことを考え出した。でそこで、まあ、大きくその2つのことをやり始めようとした。で1つはレベル1ワーキングという名前をのワーキングを作って、レベル1の設計をどうするかという見直しをやろうということを始めた。でもう1つは性能設計普及ワーキングというのを作ったと。でこれは、性能設計の移行をするにわたって非常にいろんな問題点があると。で最大の問題点は、まあ、性能設計っていうのは、基本的な性能を、まあ、分かりやすい言葉で表すと、素人でも分かるような言葉で表すと。でそれをその性能を満たしていれば、まあ、どんな例えば構造どんな設計法をしてもよろしいと。ただしその性能がちゃんと満たされていることは証明しなさい、それは設計者が証明しなさいというこういう方法ですね。で性能設計ということをやると、基本的にはそのあんまり細かい設計基準なんか書かなくていいんですね。自由にやってくれと、最低限こんだけ守ってくれたらよろしいと、こんだけの性能を出してくれたらよろしいというのを書けばいいわけで、基準類は非常に楽になるんだけども、問題はそれぞれの設計が本当にそれでいいのかどうか審査しないといけない。でその審査が大変ですよね。でその審査をどうやってやったらいいのか、あるいはどういう団体ができるのかということを考えようというのがこの性能設計普及ワーキングです。それからもう一つですね、別のところからですね、別の委員会が立ち上がってきます。これは包括設計コードを作るという委員会が立ち上がってきます。でこれは、先ほどにありました、土木建築にかかる設計の基本というのが国土交通省で作られたわけなんですけども、それを、まあ、あまりにも、まあ、その概念的なことばっかり書いてあって、実際の設計にはどうしたらいいかよくわからないと。それで今度はその土木建築にかかる設計の基本というドキュメントを受けて、実際の設計の行動のをでしかもその全ての構造物、土木も建築もそれから、まあ、土構造物も上部構造物もそれ全部の構造物でこう一つの、まあ、なんていうかプラットフォーム的なその設計コードを一番頭になる設計コードを作ってほしいと
というのが国土交通省から土木学会に委託された。でそれを受けてこういうその統括設計構造を作るという委員会が立ち上がって、そういうあの活動を始めたということですね。で、実はですね、戻りますけども、この土木建築にかかる設計の基本というのはですね、まあ、国際基準対応ではあるんですけども、どちらかというとその国際基準の対応の中でもまあいくつかあるんですけども、2394という、信頼性設計、信頼性設計に関する基準が、まあ、その対応の中心だったわけですね。で今度 それを受けてこう包括設計コードを作りなさいという委託をされて、で、まあ、委員が集められてですね、で、まあ、私もこれは参加したわけなんですけども、委員を集めてみると実際には信頼性の人はあまりいなくて、実務関係の人が、まあ、たくさんいたと。で彼らは何をやろうとしたかというと、実は性能設計を導入しようとしたと。ですから実は、先ほどの土木建築 の設計にかかる基本の下に受けて始めた仕事なんですけども、内容はかなり別のものになります。でそれをまたちょっと今日お話しします。それから、またまた全然違うところでこんなものが立ち上がってきます。でこれは ISO23469 という番号がつきましたけども、その国際基準 ISO 基準の中で、地盤基礎構造物の設計のための地震作用、まあ、地震入力と言ってもいいと思いますけども、こういうその国際基準を作るという活動が始まりました。でこれは、これあの日本やはり土木学会が中心となって日本が議長国となって、日本がまあ中心的な役割を果たしてこの国際基準を作るというこういう活動が始まりました。で今の話ですけど、まあ、大変あのそれぞれがややこしいわけなんですね。一体何が何だかよくわからないと。で、やってる方も何が何だかよくわからない、それぞれが非常に絡み合ってるということで、少しまあその関係みたいなのをちょっ と図を作ってみたわけですね。で、まあ、大きく分けて3つの柱があるよと。でレベル2の導入と性能設計と国際基準対応と、こう3つあるよと、こういう話をします。それで、まあ、レベル2の導入というのは、まあ、第1次第2次提言があって各種基準がまあ改定されて、で、まあ、最後はその体制的ガイドラインという、まあ、土木学会が作った、まあ、ドキュメントがありますけども、まあ、これでまあ一応大体 の、まあ、フレームができたということですね。それで、まあ、終わったからというのでちょっ と、今度は性能設計あるいはレベル1をどうするんだというような活動がこう出てきたということですね。それからもう一つ、レベル1をどうするかというのは性能設計に非常に深く関わります。ですから、まあ、いわばレベル2が終わって、でレベル1なんだけども、それは性能設計という枠に非常に大きく中に入り込んでいるということです。で性能設計はですね、まあ、第一次第二提言の方はあんまりあのはっきりとした目的はなかったけども、第三次提言になって、まあ、性能設計というのが、まあ、いわばクローズアップされてきたと。でそれが先ほど言いました包括コードという形でいわば性能設計のフレームを作ろうという活動になったということですね。で国際基準の対応はもともと ISO2394 と、これがその、信頼性の基準ですね。それから ISO3010 というのがあります。これは、主に建築物なんですけども、土木構造物の中でも例えば橋脚とかですね、まあ、地上の構造物は含みます。でそういうものの、まあ、地震の入力についての基準があります。でこれは、まあ1988年に日本の建築が中心になって作られたものです。で、こういう国際基準があって、で特にこの2394対応で、まあ、土木建築に関わる設計の基本というのが、まあ、国土交通省が作ったとで、いうことになるんですけども、でそれを受けて包括行動っていうのを作りなさいと言ったんだけども、実は国際基準対応もあるんだけども性能設計の方に、まあ、非常に大きなウェイトが置かれた、こういうことですね。それとは別に、実は3010 の改定というのが、まあ、1998年を目指してたんですけども、実際には2000年だったか2001年だったかに改定をされましたけども、その改定の時に土木の方はどうするんだということになって、で、こういう新しい活動が出てきたということ
で、順番的に言うとですね、この算定が一番アスになります。ですから、本来は国際基準があって国内基準があるという、こう上に国際基準があって国内基準があってという、こう順番にこう降りてくるはずなんですけども、作業の順番的に言うと、実は国内でいろんなことを決めておいて、それを、日本が議長国だからそれをいいことにこの国際基準に盛り込めるという立場になります。ですから、これを今作ってるんですけども、まあ、これが、コミッティドラフトというのが、まあ、今年の6月を目指して作ってますけども、まあ、実際に例えばアイスになるとしたら、まあ再来年の夏ぐらいの、多分スケジュールになると思いますけども、まあ、それぐらいになりますので、まあ、国内で大体やった議論をですね、この中に盛り込むということが可能です。まあ、もちろん国際メンバーが反対すればできませんけども、まあ国際的におかしなものでなければ盛り込めるということです。ですから最後に、まあ、だからここにこう盛り込んでしまうと、もう一回今度は国際から日本に全部回ってきて、日本の、基準が全部それになると、まあ、こういう形になっています。それで今日はまあこの話をまあできるだけ、詳しくやりたいと思うんですが、時間は限られておりますので、まあ、できるところまでということで、最後 ISO のところはですね、ちょっともう多分時間がないかもしれません。で、 ISO のところはですね、3月26日に、関西ライフライン研究会というところで、その研究会をや研究会の形でパネルディスカッションをやることになっています。で、そこには、コンビーナーの八重先生が、これについて詳しく説明されますので、もし時間がなければ、こちらの方はそちらの方で聞いていただければと思います。それでまず最初にですね、まあレベル2の導入がどういうふうになってきたかという話を、まあ、簡単にします。で、どうしても今日の話は、これから耐震基準をどうしていくかということが中心になりますので、まあ、ある程度今までどうだったかということの、まあ、知識が少しあるということを前提にちょっと話をさせていただきます。で、まずレベル2の導入なんですけども、まあ、1995年以前には、まあ、いわゆるレベル2の記述があったものというのは、まずレベル2というのはだから、まあ後でもちゃんと言いますけども、その断層性設計ということですね。断層設計ではなくて断層性の設計をすると。で、その断層性設計の記述があったものは、まあ、道路基本書とか、まあ、鉄道構造とか、まあ、こういうものにはあったんですけども、他のものにはほとんどレベル2の記述がなかったということですね。で、あるいは、まあ、レベル2に対する設計法が確立してなかったもの、まあ、今でもかなり怪しいものもたくさんありますけど、それはまあ盛戸とかダムだとかの土構造物であるとか、まあ、例えば基礎構造物なんかでも、まあ、要するに断層性になると、まあ、ある程度損傷を許さないといけないんですけども、それをどの程度許したらいいんだということは、まあ、未だに、まあ、なかなか難しいと。それから液状化流動による挙動とかいうのも、まあ、1995年以前にはほとんど考えられなかったということです。で、まあ、阪神大震災があっていろんな被害が出てですね、で、まあ、同学会としては、まあ、大震提言、大震提言とこう、かなり早い時期にその提言を出したと。で、まあ、地震動の話を、まあ、メインにいたしますけども、地震動は、このような、記述になっています。で、教育機関内に 1,2 回発生する確率を持つ地震動強さ、各レベル1地震動と発生確率は低いが断層近傍域で発生するような極めて激しい地震動強さ、レベル2地震動の2段階の地震動を想定することが必要です。ここで、まあ、レベル1というのはもともとのものがあったわけ で初めてこうレベル2のこの2段階をやりなさいということが明記されたと。で、構造物が保有すべき耐震性能、すなわち想定された地震動強さの元での、被害状態は、その構造物の重要度と地震の強さの発生頻度と考慮して決定すべきだ。まあ、こういうような提言がなされると。ただ、実際にじゃあどのようなものを使ったらよろしいですかというのに対して、その第一提言、第二提言は、まあ、レベル1地震動は断層設計手法と組み合わせて用いられており、構造種別ごとにその特性を反映した設計法の体系とノウハウが
多くの経験の蓄積の上に発達してきており、これを尊重するのが適当であると、こう書いてあるんですね、レベル1に対して。要するに、今までの通りでよろしいと言っているわけですね。で、レベル2地震動は極めて稀であるが、非常に強い地震動を定式化したもので、構造物が損傷を受けることを考慮して、その損傷過程にまで立ち入って、構造物の耐震性を調査する水準を示すということで、これまさしく断層性設計、組成域を考えて設計しなさい。こういうことですね。で、極めて稀であるが非常に強い地震動と、こういう表現になります。まとめますと、レベル1は、教育機関に1、2回で断層範囲で既存の設計の基準、あの設計基準地震動でよろしいと。レベル2は、教育機関内に発生する確率は極めて低いけども、損傷過程をチェックして、重要度は性能で共有しなさいと。要するに、重要度で地震動を変えてはいけませんと。で、内陸地震の震源近傍の地震動を考えなさいと。こういうことが書いてある。で、まあ、これを受けてですね、各種基準が改定されました。で、まあ、道路橋とか鉄道とか、どんどん、今までレベル2の記述なかったものが、どんどんレベル2の記述が入ります。で、この時の改定は、基本的に、まあ、考え方としては、基本最大ということで、阪神の時の、まあ、地震動そのものか、そのものでなくても、まあ、ある程度それを考慮したスペクトルとして、その地震動というのはこういうスペクトルを使いなさいというのを一つ一つの基準に書かれます。ですから、こういう地震動で設計しなさいということがこの改定に全部盛り込まれているわけです。レベル2に対してはこういう地震動で設計しなさい。で、これが、まあ、レベル2の導入がどういうふうにされたかということです。で、次に第三次提言の話をします。で、第三次提言は実際に出たのは2000年だと思いますけども、作業はもう少し前にやっております。で、ここではどういうことにしたかというと、第三次提言2000年は、まあ、レベル2地震動というのはどういうものかというと、現在から将来にわたって到来地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動であり、で、内陸及び海溝で発生する地震の活動履歴、活断層の分布と活動度、それから震源断層から当該地点に至る地下構造、当該地点の地盤条件及び地震共振観測記録などに基づいて設定すると、こう書いてある。で、ここでは要するに、例えば設計基準にこういうスペクトルを使いなさいと書くんではないと。まず場所によって違う。で、それからその場所の、その例えば活断層の分布とか活動とか、そんなによっても違う。ですから、その構造物を設計するたびにこういうことをきちっと調べて、やんなさいと、こういうことになっています。これはもうまさしく、まあ、それぞれの構造物できちっとそういうことをにも調べて決めなさいという、まさしくその性能設計を、導入しようという、こういう意図でやったものです。まとめますとですね、最大級の地震動で震源断層を想定して評価しなさい。要するに震源依存と。で、震源断層がよく分からないものについては、まあ、下限基準としてマイナス 6.5 直下について考えなさい。それから、共振の予測法によって評価しなさい。で、場所によって変わります。地点依存です。で、観測された記録を重視しなさい。その場所で観測された記録を重視しなさい。それもう一つ大事なことは、発生確率は基本的に考慮しないということですね。例えばその地震が例えばが3000年に1回の地震なのか、300年の地震に1回の地震なのかは基本的に考慮しなくてよろしいと。要するに確定論的地震動評価をしましょうということが書かれております。で、これは何でこうしたかというと、地震の活動履歴のデータがですね、あまりに貧弱すぎてですね、例えば3000年に1回と評価しても本当に3000年に1回なのかさっぱりわかんないんですね、実は。で、例えばそんなことをしますとですね、例えば3000年の1回と評価されて、で、1000年に1回まででよろしいということを、いうことに例えば起点しちゃうと、3000年に1回の地震無視されちゃうということですね。でも実際に起こると、例えば被害がやっぱり出るわけで、で、3000年に1回だから考慮しませんでしたというような、言い訳がなかなか通用しない。ですから、まあ、ある程度発生することが、可能性があると思う地震については考慮しましょうというのが、まあ、この
確定論的地震動評価です。でこれについてはまあいろいろ今でもまだ議論がありますが、土木の分野では比較的その確定論的にそういう発生確率は基本的に考慮せずに、レベル2地震動を決めてもいいんじゃないかというのは認められつつあると思っております。で、このようなですか、まあ、性能設計の導入ですね。で強震動予測でその都度その都度地震度を決めて設計していいかということを、まあ、それぞれの基準で見ますとですね、道路橋は一応ですね2002年の改定で、やってもいいと、まあ、読めます。それから、鉄道についても、まあ、そういう方法を使っても良いと思います。で港湾の方はですね基本的に使えません。でこういう時に読めば、まあ、三角ぐらいにも読めないこともないんだけども、まあ、基本的にはダメだということですね。でガスは使います。で水道はですね有効に活用しなさいというようなことが書いてありますので、まあ、三角ぐらいには読めるかな。で下水は使えますということですね。でまあそういうふうに、こういう強震度予測によってその場所の地震度を決めて設計するというのが、まあ、だん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 できるような、基準類になりつつあります。ですがまあ実際にやり始めると先ほど言った問題が出てきます。で本当はですね、先にこの性能設計普及ワーキングの方で、その審査機関の設立の方をちょっと探った方が、まあ、順番的に良かったような気がするんですが、まあ、ちょっと準備、こっちの方を作しましたので、今度はレベル2の導入の後で終わったレベル1をどうするんだという問題がこう出てきてますので、先にこの話をさせていただきます。で、レベル2については、先ほどのようにとにかくその場所その場所で、発生確率も考慮せずに、そこの場所の最大級の地震動を、まあ、算定してですね、でそれで、レベル2の設計をしましょうということに、まあ、なりつつあります。でレベル1の方はどうしたらいいんだということにすぐなります。でこれがなかなか難問です。でまあそれについて、まあ、ワーキングを作ってですね、レベル1の見直しにこう着手しますということです。で、まあ、地震工学委員会の委員を中心にですね、まあ、構造工学、コンクリート工学、それから土木系学学の専門家を入れて、まあ、その検討しようというふうにしてやり始めました。で、まあやり始めたそのきっかけというか理由はですね、このガイドライン2001年にですね、レベル1地震動とは当面は強力度設計などの従来型設計に用いる地震動とする、ただし、レベル1地震動の強さを与える考え方やこれに対応する性能については早急に研究を進める必要がある、まあこう書いてあるんですね。とにかく早くやらないとダメだよということで、まあ、いわば、強制的にやり始めなければならなくなったということです。でとりあえず今のレベル1設計で直面する問題を考えてみます。で先ほど言いましたように今のレベル1あの地震動の考え方っていうのは大体教育期間に 1,2 回ぐらい発生するような地震動かなっていうことと、それからそれに対して断線範囲内で設計しましょう。でなおかつ、従来の設計基準の地震動が大体こんなもんだろうからもうこれでいいよっていうようなことが、まあ、今のその第一提言第二提言に書かれてるわけですね。まあこれ自体はまあそんなに間違いではないと思うんですけども、まずこれが例えば全部正しかったとしても、これのバランスの関係が崩れるところが出てくるわけですね。で例えばその東南海とか南海地震の震源域、その和歌山の南とかですね、高知の南の方ですねとかだと、この東南海と南海っていうのは、今後50年内に 80% ぐらい起こるということで、そうするとまあ教育機関内に 1,2 回発生するとかいうそのレベルに入ってきちゃうわけですね。ところがそんな、断層に近いところだと、すごい大きな地震動になりますね。でそれに対して断線範囲内で設計しろって言われると、まあ、大変困ってしまうんですね。東南海と南海地震の震源域だけじゃなくて、例えば、宮城県沖なんかもそうなんですね。で宮城県沖なんかも大体50年周期ぐらいでこう地震が起こってるわけです。でそれの、例えば、仙台なんかの地震動を計算しますとかなり大きいわけですね。でそれで断線範囲内で設計しろって言われたら、大変困るっていうことが実際に例えば、仙台の例えば地下鉄の設計なんか出てきちゃうわけですね。
すぐに、どうするんだこんなこの規定ではっていうのがまず出てくるわけですね。それから、新しい技術のその、モチベーション、その開発のモチベーションに対しては、かえってこの規定がですね、重くのしかかってしまうわけですね。で、せっかく例えばその新しい人生が非常に高い構造みたいなのをこう入れようとしても、実は現在のレベル1って進路ってかなり大きいから、それで断面の大きさが決まってしまうと。で、そうすると、こう人生の構造を入れようと思っても、断面、すごい断面にしなくてならなくて、結局人生対して稼げないということになって、なかなかこういうことも難しいということで、現在のレベル1設計っていうのはかなりいろんな問題があります。で、なおかつですね、早くも性能設計に移行したいと、我々は思ってるわけなんですけども、性能設計に移行するというふうになると、では、従来のレベル1設計で調査していた性能は何かということになるわけですね。でこれが難しいですね。一体今までのレベル1設計、例えば水平振動 0.2 で設計するという話がですね、一体どんな性能をチェックしていたんですかということが大変難しい。何の安全を保障してたんだろうということですね。そういういろんな問題があります。でここでちょっと余談になりますけれども、先ほどからレベル1地震動、レベル2地震動とかですね、場合によってはレベル1設計、レベル2設計とか私は言ってるんですけれども、ちょっとそのレベルっていうのをですね、随分いい加減に使われてると思いますので、少しここで、簡単に説明しておきたいんですけれども、レベル1地震動とかレベル2地震動はレベルとは何かということなんですけれども、巷ではですね、レベル1地震動とレベル2地震動は大きさのレベルの違いだと思われていると思うんですね。ですが、私に言わせたらちょっと話はおかしくてですね、歴史的に考えますとですね、もともと震度法による断層設計法があって、それに断層性強度をチェックするその調査がそういう震度法ですね、断層設計法に加える形で導入されて、でそれらの一連の設計を二段階設計法と呼ばれるようになったと。これが歴史的な経緯なんですね。で、その一段目のその断層設計を、いわばレベル1で、断層設計がレベル2と呼ばれることになったと考えるのが普通だと。要するに二段階設計の、その1と2だということですね。だから、その、最初の1段階目の2の設計に使われるものがレベル1地震動だし、2段階目に使われるものがレベル2地震動と、こう考えるべきだと。というわけで、そのレベル1地震動、レベル2地震動のレベルっていうのは、設計法のレベルであって、地震動の大きさのレベルでも頻度のレベルでも何でもないと。こう考え、こういうふうにしとかないと、すぐこういう大きさのレベルとか頻度のレベルとかということに、つまらん議論になってしまうということですね。で基本的に二段階設計法の1と2だというこう考えるのが妥当だと。で、さてじゃあレベル1で、一体何を調査すべきなのかということを、1から考えてみましょうということになります。で、いろんな方に、私もですね、実はね、レベル1設計なんかいらないと私は思ってるんですけども、でもいろんな人に聞くと、レベル1設計が不要であるという意見はですね、ほとんど聞かれないんですね。いや、そうは言ってもレベル1設計はいりますよって言われるわけですね。で、これはどういうことかというと、たとえレベル2設計で構造物系全体が崩壊しないようにこう設計されていたとしても、レベル1設計で、例えば、断層限界を規定することによって、断層限界でも何でもでなくてもいいんですけども、とにかくレベル1設計で、その中小地震で被害をコントロールすることが必要だと考えられていると、こう思われるわけですね。それが世の中のニーズだろうということなんですね。ですから、要するに中小地震での被害をコントロールすること、これがレベル1に課せられたその役目だと、こう思われる。では、従来のレベル1設計法が、その中小地震での被害をコントロールすることです。対して合理的かどうかということが、まず考えないといけないわけですね。で、例えばその、教育機関に1、2回とかいうことで、例えば50年確率の地震度を使ったとしようと。
でそうするとそれに対して男性設計したとすると、まあそのパーソン家庭であれば50年間男性限界を超えない確率が 63% だよということを保証しているだけだということですね。でなんでこれ 63%、 50年で 63% がいいのか、どうしてこの 63%、 要するに50年で 63% というそのレベルが出てくるかは全然わからないわけですね。それならいい、どうしていいのかよくわからないわけですね。これ50年が例えば 85% でないといけないかもしれないし、実は 50% でもいいかもしれないし、でも誰もこれそういう確率でいいということは誰もわかんないわけですよね。だから結局どんなレベルにしたらいいかよくわからないということです。じゃあその中小地震での被害をコントロールするということはに対して一体何が重要なのかというと、実は無被害の部分は実はどうでもいいんだと。でちょっと被害が出たぐらいの時にね、その被害が出た時にどれぐらいのそれが被害になって、どれぐらいその報酬にお金がかかるかというようなことが実は一番知りたいはずだということですね。でも被害ない場合はああよかったよかったって済むわけ。被害が出た時にどれぐらいお金になるのっていうことがまずは知りたいはずなんですね。結局そういうこういう例えば保証にどれぐらいの費用かかるかとか日数かかるとかいうことをまあコントロールしたいというのが本来のレベル1の目的なはずです。で、後でもう一回、きちっと条文を見せますけども、土木建築にかかる設計の基本というドキュメントではですね、実はですね、その修復限界というのを設けることを提案しているわけです。で、私から見るとこれはちょっと勇み足だったなと私は思ってるんですけども、ただ、彼らはやはりその中小地震に対する被害をコントロールするのが今までのレベル1の設計法だけでは不十分だと思ってたと思われるわけですね。で要するにそうだからその修復に多大な費用を要する被害に達する確率を制御しようというそういう意思で、修復限界というそういうその規定を設けたと、そういうものを新たに導入した方が良いという提案をしているわけなんですね。でまあその精神はよくわかります。精神は非常によくわかるんですが、実際にじゃあその中央限界に対する日本地震の起因をと思うと、先ほど全く同じ問題でじゃあ何パーセントだったらいいんだっていう問題が必ず出てくるわけですね。で結局その地震動の大きさを決めるときに どの大きさがだと思うのかさっぱりわからないということになります。すると、こんな中央限界とかやり始めると今度は従来のレベル1設計のその男性限界の調査が一体何のためにやってるかさっぱりわからなくなるということもあります。こっちで大体その中小地震のコントロールができたらこっちは全然必要じゃないかということも出てくるわけですね。というわけで、その修復限界というのはとにかくその精神としてはそのコントロールしようと、その中小地震に対する被害をコントロールしようというのはいいけども、ちょっとあんまり賢い方法ではなさそうだということですね。それでですね、まあそんなことをですね、まあ、みんなで議論してですね、いろいろ考えてですね、で結局どういうふうに考えたかということですね。で、結局ですね、レベル1設計に期待されているのは頻繁に男性限界を超えることによってそういう補修費用とかですね、それとかまあ共用一時停止にすることにする被害が課題にならないように構造物を設計することが求められているんだと。だ要するに、まあ、修復性というとまあちょっとあれですけど、要するに経済性の小販さが求められているんだろうということですね。ですからレベル1の要求性能としてこういうふうに定義しましょうと。地震上より地震後に構造物の機能が経済的に維持できること、だから経済的に維持できると定義しましょうということですね。 でこれは ISO23949 の分類上は、ISO23949 というのは、安全性と使用性の2つしかないですから、これは使用性の一部でしょうと。だから経済性というのは使用性の一部とに分類されるものだということですね。でとにかく地震時および地震後に構造物の機能を経済的に維持できる、こういう性能だと、定義しようというわけです。それでですね、もう一つですね、現在のレベル1が技術的な進歩の障害となっている点を、まあ、ちょっと例を挙げてちょっと説明したいんですけども、
例えばですね、今例えばその構造物を設計しようというと、まあ、大体2つのポイントを決めることになります。で、1つはですね、いわゆる断性範囲内ということですね。断性範囲をどこへ持っていくかということですね。で、断性範囲を決めるとですね、地震動、大きな地震動が来るとどこまでこう、組成変形が進むかが分かります。で、この組成変形のその、幸福歪みと、それからまあ組成最大歪みのこう比を持って、まあ、組成率とこうやるわけですね。で、この組成率が、まあ、決められた組成率も大きいか小さいかで、これその決められた組成率も大きくなるとそれは壊れてしまうから、そうすると、まあ、今までだと普通は断面を大きくして、で、断性限界を上げるわけですね。で、そうすると、組成率、あの組成歪みが小さくなって組成率が下がって、めでたしめでたしとこう考えるわけなんですね。ですが、ここでこう例えば組成率が足らないとこうなったときに、普通はだから断性限界を上げるわけなんですけど、断面を大きくして断面を小さくしたらどうなるかとこう考えるんですね。そうするとですね、断面小さくすると、断性限界下がります。断性限界も下がるんですけども、もう一つ大事なことは、断面を小さくするということは剛性も下がるんですよ。ですから、もともと例えばこんなものが断面を作ろうとしてたんだけども、断面を小さくすると剛性も下がってこうなっちゃうんですね。それで、単周期の構造物だと、まあ、大体この面積ですね、この台形の面積とこちらの台形の面積が同じぐらいのところまでこう組成変形が進みますから、まあ下がった分だけ こっちへ出てくると、こういうことになります。ですが、ですから、組成率はこの EA のこの DA の比を取って、それで実際組成率が大丈夫かとチェックをするわけですけども、例えばそのジャケッティングみたいな構造ですね、鉄筋コンクリートだとまあせいぜい4とか頑張っても5、6ぐらいまでしかそのまともにはいきませんけども、そういう鉄板を巻いたような構造だとかなり組成率大きく取れますから、そういう構造を使えばかなりこの辺まで来ても大丈夫ということがあります。そうしたら断面小さくしても大丈夫ですね。それからですね、結構長周期の構造物、非常に高い橋脚みたいなのを考えますと、実はこんなところまで組成率進みません、実はですね、その変異定則という形になって、実は、断性限界を下げてもですね、歪みはね、ここまでしか来ないと、同じ、こことここ同じとこしか来ないということですね。で、そうするとですね、剛性が下がってますから、断性歪みの量が上がってます。ですから断面を小さくすることによって、組成率の余裕も出てくると、こういうことになります。ですから何もですね、今までその、組成率がその満たさなかったからっていって断面をどん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 大きくしてたんですけども、断面を小さくしても組成率をクリアする方法があるわけなんですね。で、これをまあいわば例えば建築の分野で重設計と言われるものです。ところが今までの土木ではこの重設計できなかったわけなんですね。なぜかっていうと、なんでできなかったかっていうと、当然そのレベル1のその規定で厳格にその断性限界はこれ以下にしてはいけないって決められてたから。で、スタートがそこですから、で、それからだと大きくすることしかできなかったんですね。スタートがそのレベル1の規定から出発して、で、ダメだったら小さくすることはできなかった、大きくする一方しかできなかった。でも、このレベル1がなくなればですね、そういう重設計をすることが可能になってくる。まあ、もちろん、いろんな、ファクターがありますから、必ずしもだから断面を小さくすれば OK かというとそんなことはありませんけども、断面を小さくするという、オプションがある設計の時。ところがそれを今までの土木の対比をまず許してなかったということになります。ではですね、じゃあそういう重設計をしようと、で、断性限界を引き下げて、断面を小さくした、で、そうした場合にそんな設計をした時に発生する問題とは何だろうかということですね。で、そうすると、比較的小さな地震に対しても断性限界を簡単に超えて損傷が発生する可能性があるということですね。で、それはある程度考慮しないといけないということですね。で、じゃあ、損傷発生すると何が困るかというと、別に損傷発生してもそれは倒れるような損傷壊れ方をするわけじゃない、ちょっとひびが入ったりする程度だから、実は損傷したって構わないんだけど、まあ損傷するとやっぱりそれを補修しないといけないから、まあ、そのお金がかかると。
それから補修のために共用一時停止 しないといけないとすると、まあ、間接被害の処理でこういうものをが考えてこういうものがに対して、十分合理的であれば何も小さくしてもいいとこういうことになるんじゃないかということですね。で、まあ、この話は、まあ今までもいろんなところでよくやられている話ですけども、まあ、簡単に漫画を描くと、この横軸に今断性限界の大きさを取ると、要するに例えば断面の大きさでも何でもよいと、でそれに対してこうコストを考えると、そうすると断面を大きなものを作れば作るほど、まあ、初期費最初の、建設コストはどんどん大きくなると。ただし、断層限界を大きくして、断面を大きくしたら、断層限界が上がるわけだから、地震なんかでのその、費用がだんだん減ってくると。間接被害も減ってくると。まあ、その他の維持費用も出さないといけないですけど、まあ、足してくる。そして、こういう関係をまあ足し合わせるとき、どっかでなんか最小点ができるかもしれない。こういうことですね。で、まあ、こういう全部足したやつを、その構造物が、その作ってから壊すまで全部にかかるコスト、まあ、ライフサイクルコストといって、でそのライフサイクルコストが例えば理想的には最小になるような断面を決めたらよろしいということですけども、まあ、多分実際に計算してみるとこんなきれいな最小点というのは出てこなくて、でもまああんまり変わらないっていう、大して大きな差がないっていうのは例えば結果が出たとすれば、まあライフサイクルコストが大きく大してこう違わないんだったら断性範囲を引き下げてもそんなに不合理ではないという結論もできるわけですね。ですから、まあ、こんなに綺麗な谷が出ればもうここで設計したらいいということは明らかですけど、まあ、そうでなくても、大して差がなかったとしても十分そのサイクルコストを考えることは意味がありそうだということです。で、結局ですね、だからライフサイクルコストが最小な、構造を設計しましょうというのがまあ、一つのレベル1の考え方だということになります。でこのようなまあその、経済性の調査をしようと思うとですね、まあもうすでに、まあ方法というか、手法はもう開発されているわけです。で基本はですね、そのハザード曲線というこういう、もので地震動を表すと。でこれは横軸に例えば地震動の、まあ、強度の指標を取ってですね、で縦軸にまあ年超過確率を取ると、地震動の指標が、例えば地震動が大きくなればなるほど年超過確率は小さくなると、滅多に起こらなくなると、で小さな地震動が頻繁に起こると、まあこんなものになる。それからこれはまあ地震動だけですね、ハザード曲線と言われます。で、こちらの方はフラジリティ曲線という言われてますけれども、これはその入力の地震動の大きさを横軸にとって、で、縦軸に確率分布なんですけども、ある構造物が、どれぐらいの例えば、被害になるか、被害なしなのか、被害が小さいのか大きいのかというどれぐらいの分布になるかというその確率の分布を表したものをフラジリティ曲線とこう言われます。で、まあ基本的にこのハザード曲線とフラジリティ曲線でこの被害というのは計算できるわけです。それで、被害が小さかったときに、例えばいくらお金がかかる、被害が大きかったときにいくらお金がかかるというのを計算してですね、それで、まあ、地震動指標でこう積分することによって、この構造が将来どんだけ、その被害を受けるという可能性があるとか、まあ、被害 その期待値、コストの期待値がここまで出てくるわけですね。で、この考え方をですね、その設計に使おうと思うと、ちょっと厄介なことがあります。というのは、このフラジリティ曲線というのは、その構造が変わると変わります。断面が変わったり構造形式が変わる、そうすると設計パラメータが変わるごとにフラジリティ、これ曲線が変わるということで、それをまあいちいち計算するか事前に計算するかしないといけないということになります。ですから、まあ考え方としてはハザードフラジリティでいいけども、設計の時にはフラジリティにまあ工夫がいるということです。ここのフラジリティ曲線に工夫がいるということで、まあそんなことだったらもう、モンテカルロシミュレーションでやってしまえばいいじゃないかというのがまあ私の考えなんですけど、まあ、必ずしも受け入れられているわけではないんですが、でもまあ、これだったら今の設計プロセスをとにかく回数さえやればいいということですね。で、最初にですからハザード曲線の代わりに地震動をたくさん与えるわけですね。いろんな大きさの地震動で、それぞれに、どんな発生確率が起こるかというその発生確率もつけた地震動、発生確率と地震動の組みをたくさん
が与えます。まあ、どれぐらい与えたらいいかというと、まあ、今のところ100のオーダーから多分1万のオーダーよりも少ないという、これぐらいだと思うんですけども、それぐらいのまあ数を与える。で、それに対して一つ一つ全部非線形の計算、応答計算をする。で、ここの非線形の応答計算をするときに、例えば、材料上数のばらつきとかそんなの全部考えて非線形の応答計算したらいいです。そうすると最大応答値が出てくる。で、その最大応答値であり、まあ、最大応答値は限られませんけど、その応答結果からどれぐらいの被害になるかって決められます。で、どれぐらいの被害になったのか決められれば、まあ、どれぐらいの例えば被害額、その補修コストがかかるかという計算ができる。で、そうすると、ある地震度を与えると、被害額が出てくると。で、それには確率がついているので、で、その確率を全部掛け合わせて、全部こう何回も何回も足し合わせれば、その被害額の期待値、将来の被害額の期待値が出てくると。こうなります。で、これ一つ一つはだからこれ設計の計算にやることだし、で、設計の計算から例えば被害ランクに分けて、で、被害ランクから被害額を出すっていうのはまあ大変難しいんだけども、まあさ、阪神の経験とかを加味すれば、まあある程度弾くことができるということで、このようなプロセスを何回も何回もやって、で、それを確率かけて足し合わせることによって、経済、その構造でどんだけの被害が出そうかということが分かる。で、それを今のやつをじゃあ、今までのその設計プロセスにどういうふうに組み込むかと。で、大事なことはですね、今はレベル1の話をするわけですね。で、レベル2の話はそれとは別にあるわけです。で、レベル2は最大級の地震動でも、まあ、崩壊なんかして例えば人が死んだりしない、こういうことを性能を保証しないといけないわけですね。で、今まではレベル1で断層設計をして次にレベル2の設計をしてた、こういうことなんですけども、こうなると話が変わってきます。で、どんなふうになるかっていうと、まあ、最初にまあ構造形式と構造材木をまあ仮定しておいて、で、断面処理を仮定しますよと。で、そうするとまあ構造がどんなのか全部決まりますから、そうすると先にレベル2地震度を入れてレベル2地震度に対する計算をします。で、それで最大蘇生率が許容蘇生率よりも小さいかどうかチェックして、もしそれが、最大蘇生率の許容蘇生率が大きかったら、もう一回断面処理に戻って、ちゃんともう一回計算、ちゃんとこれを満たす、ものをまず求めていきます。で、その状態で、じゃあ将来いろんな地震が起こった時に、これは最大級の地震、これはいろんな地震が起こった時にどんな被害になりそうかというのを計算します。で、一つだけだったらダメですから、それをまた今度は別の構造形式とか構造数学を決めて、で、やっぱりまたそれで断面決めて、でやっぱりそれに対してラフサイクルコストを計算して、で、それをまあいくつかやります。まあ、実際にはたくさんのことはできないと思うけど、まあ、3つ4つのオプション、いろんな例えば構造形式、例えば RC でやる、4でやるとかありますよね、とか、あるいはその複合形式であるとかですね、まあ、いろんな構造形式で例えばいくつかやると、その中で一番安いものは何かっていうのが出てくる。で、そういうそれでまあ本当はまあ連続で出てきたらいいんですけども、まあ、それを連続でやろうと思ったらできないことではないと思いますが、数が多く計算量が多くなるだけで20ループになってますから。で、そうした中で一番安いその在庫コストが小さいものを取り出してくれば設計ができると、こうなります。ですから、今の話は、新しいレベル1、要するに経済性調査というのは、レベル2を制約条件として、これはもう制約条件、とにかく、最大級の地震が来ても絶対こけない、人殺さないということを制約条件にしておいて、できるだけ安いものにしましょうという、そのライフサイクルコスト最小問題を解くという、定式化をしましょうと、こう考えるわけです。で、実際にじゃあこんなことをやり始めようと思うと、まあ、いろんな問題があります。で、これを一つ一つ解決していかないといけない。で、まあ、実際にやるには、まあ、重力地震動の設定をどういうふうにしていくかとかですね、ばらつきを考慮した地震をうまくやるにはどうしたらいいかとかですね、それから応答量か被害ランクにうまく変換できるかどうかとかですね、被害ランクに対する補修コストをきちっと求めるにはどうしたらいいかとか、それから設計時点で初期建設コストを算定しないといけないんですけども、これうまくできるかどうか。あと、まあ、間接被害ですね、社会に与える影響をどうやって算定するんだといういろんな問題が出てきます。で、こういうのを一つ一つ、潰していかないといけないわけなんですけども、まあ、一つ一つやっていけばとりあえず今のプロセスはできるということになります。ですから、これから、
もしこのプロセスをやるんだというふうになると、こういう一つ一つの問題を、単に潰していくかということになります。で、経済性調査によるその耐震設計すると何がいいかということですね。で、まず、我々が一番頭を悩ませていたレベル1地震動の大きさを決める必要がなくなるということですね。レベル1地震動が例えばどんだけ、例えば50年なのか100年なのか 0.2G なのか 0.25G なのかという、そういうことをその大きさ自身を決める必要がなくなります。で、しかも先ほど、レベル2の時に発生確率が信用できないから使えないって言ってたんですけども、ここでこの問題になるようなやつっていうのは、例えば1000年3000年ということがあんまり問題になるわけじゃなくて、まあ、せいぜい100年とかですね、数百年ぐらいの再起確率のものが問題になってくるので、その辺というのは割かし精度よくその頻度を決められるということがある。要するにこう、例えばですね、3つデータがあれば大体平均値っていうのは大体そこそこ分かりますね。だけどもばらつきの例えばその裾の部分ですね、がどんなになってるかさっぱり分かんないですね。だから平均の近くの話は、まあ、少々データがいい加減でも信用できる。で、レベル1地震動の話は、まあ、その辺のデータにできるから、まあ、確率のことを考えてもまあ2だということですね。で、レベル1地震動の意味は明確に定義されると。それからもう一つですね、レベル2設計のその意味も非常に明確になるんですね。というのは、今の例えばその いくつか改定されたそのレベル2の規定を見てると、性能っていうのは、レベル2のその耐震性能に経済性っていうのが含まれてるんですね。というのは、早期に直してですね、すぐ使えるようにしなさいっていうような性能が入っています。で、実はこれ経済性なんですね。で、安全性っていうのは例えば人の問題だからお金を、のことは抜きにしましょうということができるんですけども、今のレベル2っていうのは安全性だけじゃなくて経済性も入ってるという、そういう随分そのいい加減なあれになってる。で、そういう意味でもレベル2の意味が明確になるということになります。で、経済性調査による設計を実現できると、まあ、どういうふうになるかというと、要するに人口超密地帯で地震活動の高いようなところですね、例えば神戸みたいなところはもう非常に強いものを作ると、もうちょっとでも壊れると要するに経済被害が大きいから強いものを作る。だけども人があんまりいないところで、しかも地震もめったに起こらないところはもう非常に細いもので良いと。で、その代わり、高人性構造にして、たとえ地震が起こってもこけるようなことはない、曲がるけどもこけるようなことはない、だけども、曲がって補修しないといけないけども細いもので良いという、こういう非常にメリハリの効いた構造物が作れます。ですから一部の地域では建設コストが上昇するかもしれないけども、日本全体では大幅なコストの低減が実現されるだろうと思います。で、たとえ建設コストが上昇しても、それから将来の地震の被害を考えた上での合理的な建設コストだから、まあこれは結局で、しかもこれはだから結局コスト大になっていると、こう考えられますということで、ただ、混乱しないようにしていただきたいのは、従来の二段階設計法の考え方と大きく異なって、レベル2で安全性で、を確保した上で経済性を調査するのであって、レベル1が断層設計、レベル2が断層設計とかいうのではもう全然ないということですね。で、経済性設計においても断層設計を対象にしているし、それから経済性、調査による、設計法を、だからまあレベル1と呼ばずに、経済性調査と呼んだ方が良いと。で、それに対してレベル2は安全性調査と呼ぶべきだというのが、まあ、私の考えです。で、あと従来の、限界状態設計法の枠組みには入らないことですね。要するに使用性限界とかです。限界状態というのは構造物のその応答をそのある状態以内に設計するという設計法なんですけども、ライフサイクルコスト最小という条件は構造物の応答物理的にある状態以下にするという制約を与えるものではないから、従来の限界状態の枠にも入らないということになります。先ほど話して、まあ、ちょっと革命的っていう話なんですけども、この話ですね、ですからですね、設計体制そのものの変革が必要なんですね、この話をね、実現しようと思うと。で、まずですね、設計っていうそのイメージがもうだらっと変わります。で、まずその設計の中にはですね、まあ、いろんな作業が入ってくるわけですね、例えばコストの算定とかですね。ですから、さまざまなその設計技術者
いやですね、それから、コストの3点にはやっぱり施工の話がどうしても入ってくると、広報の話もどうしても入ってくるで、くるので、まあ、設計技術者、施工技術者チームを組んで初めて一連の設計ができるということで、今までのその設計のイメージとはだいぶ違ったものになるということですね。で、そうするとですね、当然やっぱりその、設計のコスト自体は上がるわけです。どう見たって上がります。この複雑な設計をするわけですから。で、それに対してですね、何を得られるかというと、それはですね、やっぱりその、構造自体がですね、まあ、スリムになってですね、あるいはまあその工法自体、工法もまあ非常に合理的な工法をやることにをやって、こうコストダウンができないと話にならないということですね。ですから、そのためにまあやっぱ新技術開発へのモチベーションを推進をすると。で、とにかく新しい技術開発をして、で、安全性は全然損なわれないのに、コストが、非常に下がると。非常に例えばスリムな構造でいける。いうような、そういうその新技術開発のモチベーションをやっぱりこう推進したいというのが、まあ、この考え方の、まあ、一番 の、 その目標なんですね。それでもう一つはですね、発注体系そのものも変わらないとこんなことはできませんということですね。で、性能設計の普及が当然前提なんですけども、それはまあまあ基準類をまあ整備しなきゃいけない、それから、まあ、これであります第三者審査機関を設立しなきゃいけないし、それから設計責任に対する保険とかの整備もしなきゃいけないですけども、もう一つはですね、その設計施工を一体に提案してですね、これをコンペ形式で選択するのが欲しいないと、とてもこんなことができないということで、発注体系そのものも変わらないといけないということです。で、もう基本的に設計施工一体でやらないとこんなことはできません。というのはコストの算定がもう、施工によってもコストがガラッと変わってくるわけですね。で、例えばこの会社だったらこの工法ができるからものすごく安く施工できます。だからこの形ができますという、そういうのも含めてやっぱり設計の中に入ってこないといけないということですね。で、まあそういうことをやっぱり、きちっとその、まあ、全体を変えないとこういうことはなかなかいけないので、で、まあそういうのも含めてですね、なんとか最初のその話のそのトラバント状態を出したいというのが、その、最大の目標であります。で、まあ、デベロバーのそのワーキングではこういう話をずっとやってですね、で先ほど問題点ありますけど、それに対していろいろこうどうしたらいいんだっていうドキュメントを作ってます。で、それを大体報告書6月ぐらいをめどにしようと思ってます。で、それができた時点でですね、まあ、ワーキング拡大するか、それか、まあ、本委員会自身であるかは別として、ちょっとそういう施設計をやってみたいとこう思ってます。で、設計で実際に、まあ、例えばこの工事であるのに、例えばコスト算定して、例えばこんなのができますということをやってみたいと思っております。というわけで、今の話がレベル1マーキングが何をやってるかです。で、ゆっくり話をしましたので、この後どこまでいけるか分からないですけども、もう一つ、性能設計普及ワーキングがどういう何をしているかということを少し。で、性能設計普及ワーキングなんですけども、これはまあ先ほど の、 その地震動の最大級の地震動をちゃんと選定してやったらよろしいと。だけど、その設定したやつが本当にそれでいいのかどうかって、やっぱり何らかの審査が必要だということですね。で、その設計審査機関としてですね、そういうものを作らないといけないというとも仕方がないから、まあ、土木関係はまあ最初にその機能ができないかどうかをちょっと考えてみましょうというのでやっております。で、まあ、まあ、出てきますけど、先ほど全く同じような問題ですけども、性能設計の普及のためには基準類を整備しないといけないし、設計の、まあ、やり方が全く変わるから、もうコンサルタントも育成しないといけない。それから、その設計例の資料の整備が必要ですね。例えば、こういう設計でこういうのがありましたっていう、できましたっていうのは、やっぱりこういう資料がいります。で、この資料の整備も、土木学会でやろうとしております。であと、設計審査機関の設立物がどうしても必要。で、その設計審査機関なんですけども、建築分野では高さ何十メートル以上のビルや免震建物などは、建築センターなどの評定を受けないといけないということになっています。ですから、建築基準法の適用外で、それぞれ個別に評定を受けなさいと、こういうことになっています。で、以前は建築センターだけがやってたんですけども、現在その評定機関は民間開放されています。です。で、ゼネコンなどが出資した民間の評定機関があります。で、そういうところでも評定することができて、その設計は大丈夫だということの評定をすることができるようになっています。
で土木分野ではじゃあどうしてたというかというと、まあ、基本的に今では役所自らが審査してたか、まあ、その役所の委員会を組織してで学識などを呼んできて、なんかこうその委員会で、ね、これでよろしいというのをやってたということで、まあ、とても第三者審査とは、ね、言えないということになります。でもともと国が作るもので、国が間違ったことをしないというのが、まあ、多分その最初の前提だったと思うんですけども、今はそういう時代ではないと、それでよろしいという時代ではない。ですから、そういう発注者である国と、それから設計者なり施工者なりというそういう会社と、それとは全然別の第三者機関がやっぱり審査するというのがやっぱり基本だろうと私は思います。で他の分野でも、現在こういう、そういう審査、要するに国際化とともに基準類に適合しているかどうかを認定するし、いわゆる適合性評価というのがますます重要になってきています。でこれはまあいわゆるグローバル化の波なんですけども、まあ、ISO とか CEN、要するにヨーロッパ標準委員会の影響が非常に大きいということです。で最近実はこういう本を買ってちょっと読み始めたんですけども、適合性評価ハンドブックってこれぐらいでます、委員会議員からですね。でこの ISO を ISO はまあ基準なんですけど、それに適合しているということを、例えばそのどう認定するかしているかというような、認定していくか、まあ、その認定する機関をどうするかというような話がですね、まあ、これはだからそういう全てのいろんな分野でどういうふうなことになっているかということが、まあ、非常にまあホットな話題としてあります。でとにかくだからその認定機関というのはまあ世の流れであります。で土木でもこれをぜひともやっていきたいと思ってるんですけども、まあ、すぐにでも一から立ち上げるというのは非常に難しいと思っております。でなんとかして現状の機構をうまく使ってなんとか、まあやり始められないかということなんですね。でよくよく調べてみると技術認定機構っていうのがあります。でこれもともとは、国土交通省か何か始めたと思うんですけど、今15ぐらいの機関が技術認定機構というのを持っていて、その土木のそういう工法でとか技術がこれが非常にその優れてるという認定をしているという、そういう技術認定機構というのがあります。でこれをまあ設計審査にとりあえず拡張すれば、とりあえず始められるかなということを考えています。で土木学会で実は技術開発機構っていう 部署があって、で技術認定もやっております。でこの中になんとか設計審査という項目を入れたらどうかなということを考えています。まあ、うまくいくかどうかは分かりませんけど、今の方針はそうです。で、あとまあじゃあ実際にやり進めたらどんな風になるのかって、いろんなどんな問題点があるかっていう、まあ、審査のシミュレーションとかをやってみようと思っています。ただ設計審査ができるのはですね、基本的に例えばね、その設計値の詳細なその値とかですね、そのところまでは多分チェックしきれないわけですね。それをきちっと、チェックしようと思うと、全部例えば計算をやり直さなきゃいけないとか、こういうことになりかねないわけですね。でもそんなことはとてもできないわけですね。ですから、まあ、基本的には設計のロジックを、審査すると、こういうロジックで設計してますよ。そのロジックっていうのは、まあ周りから見てて正しいロジック、そのロジックとしては破綻がないですよとか、まあ、こういうことを審査しないと、審査するしかないと、まあ、思われるんですけども、そうは言ってもそれで審査で OK と言ったときに、例えばそれで何か起こったときに、審査機関がどんな責任があるんだという責任問題は、まあ、かなり重大な問題になってきます。で、まあ、基本的には、その例えば土木工事物に瑕疵があった場合、まあ、誰が負うべきかということになってくるわけなんですけども、その性能設計としては基本的には設計施工会社が負うべきだろうと私は思っています。でかといってもそれは会社はできないということだと思いますから、それはまあ基本的に保険で対応するということなんだろうと思ってるんですけども、保険会社がちゃんとこういうことをやってくれるかどうかっていうのは今のところ分かりません。分からないけども、システムとしてはそういうことなんだろうと思っています。で例えば、他の例えば土木以外の例えば分野では、例えばある程度その製造物責任というのがありますから、それに対しては保険がかかっているということですね。なんですけども、今はとにかく自治体、所有者、管理者がこう責任を負うよということになっているわけですね。ただ、まあ、このままでやると、まあ、国はだから、まあ、新しいことはしなくていいと、新しいことをすると責任を問われるということになって、
全く融通確定が起こらないという、まあ、今の状態に陥ってしまうということですね。で、設計審査者とか施工審査者は、まあ、現実的にはまず無理だろうということですね。その設計施工だと、例えばその作るものが大きいから動いてるお金は大きいけども、設計審査自体にはそんな大きなお金が動くわけじゃないから、ここで保険なんていうことが、まあ、ほとんど無理で、実際にはここにはその責任を負わすことは、もちろん審査がある決められたプロセスをから外れていたと、本来ちゃんとこういう審査をすべきだとしてないということに対する責任が負わないといけないけども、そういう基本的にその普通に見て分かる範囲で、ちゃんと審査して、それで分からなかった部分に対しては、まあ、ここに責任を持ってくるのは無理だろうというとは思っていますけども、まあ、責任問題はかなり重大な問題で、しかもこれは効率的な問題です。で、効率的な問題になると、まあ、ちょっと調べてみると非常に厄介なものがいろんなことがあります。で、まず最初に基本的にその製造物責任だという、要するに会社が、責任を負いなさいという、要するに生物責任ということですね。で、今は PL 法というのがあります。で、 PL 法というのはどういうことかというと、その本来例えば、私が例えばその店でですねテレビを買ったと。で、そのテレビがですね、使ってたらですね、突然燃え出して、自宅が全焼してしまいます。例えばこんなことになるとですね、まあ、PL 法がないとですね、まあ、基本的にはまず契約責任ということで、まず販売業者にお前の売ったテレビは、そういう欠陥があったから、うちが燃えたから、お前のところから責任取りなさいと、こういうことになるわけですね。ですけども、実際には小売店は自分で設計したり製造したりわけないので、欠陥についての過失の責任を認めるケースは非常に稀であって、なかなか難しい。で、そしたらじゃあ製造したメーカーに対して責任を負わせようと、こう思うとですね、実は今まではですね、その直接の契約関係がなかったと。要するに買ったのは小売店であってメーカーから買ったわけではない。そうなるとですね、従来はその民法107、709条のその過失責任の原則ということで、その規定で、訴えるしかなかった。だけどもこのためには要するに過失を立証しないといけないと、メーカーの過失を立証しないといけないということで、なかなかこれが難しいということで PL 法ができて、でこれは要するにその要するに業者、小売店をですね飛ばしてですね、エンドユーザーが要するにその製造メーカーをに対して直接その、無過失責任を負わせることができるということをこの、法律は決めるということですね。で、これはかなり例えば今の性能設計なんかの話ですと、これでできたらいいなと思うんですけども、PL 法の対象というのは実は、こうなってですね、製造物は製造また加工された動産になってて、不動産とはには原則として適用されない。ですから PL 法、今の PL 法で土木構造物の責任を例えば会社に負わせることはできないということですね。で、不動産とは要するに土地およびその定着物を言うということで、要するに土地にくっついたものが不動産であるということですね。で、じゃあ PL 法がダメだとするとどうなるかというと、不動産の場合には要するに民法717条にこう土地工作物責任っていうの規則があって、これによって、その救済がなされないといけないとこう書いてあって、で、まあ、なんで PL 法の対象から外したかというと、まあ、一つは対応ベースがなくて PL 法に馴染まないというのと、もう一つは外国でも不動産は PL 法の対象外だから外したと、こういうことらしいですね。で、土地工作物責任って民法に何って書いてあるかというと、土地の工作物の設置または保存に瑕疵あるによって他人に損害を生じたるときは、その工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責任に任ずる。ただし、占有者が損害の発生を防止するに必要なる注意をなしたときは、その損害は所有者、これを弁償することを要すると、こう書いてあるんですね。で、まあ、所有者か占有者かっていうのは、まあ、大切な問題ではなくて、とにかく設置保存に瑕疵があって、他人に損害を負わせたら、それは、まあ、要するに所有者か賠償しなさいと、こう書いてあるんですね。で、設置または保存に瑕疵があることっていうのは、工作物が本来備えるべき安全性を欠いている状態で、所有者は工作物がそういう安全性を欠いている状態を解除すべき義務を持っていて、この義務に違反したことが所有者が
こう作物責任を負うコンフェダと考えることができると、こういうことになっています。で、まあこの基準を普通に考えれば、要するに国に、どう構造物のある国に、その、責任があると、こういうふうになってしまう。で、もうなんだけど、まあ問題はだからその瑕疵をどう考えるかということですね。で、その瑕疵がだから、例えばそのきちっと設計審査をして、設計審査が通ったようなものについては、そういうその設置または保存に瑕疵がないという解釈になれば、それは会社に回せることも可能だと、こういうことになると思うんですけども、まあ、こういう法律的な問題があるので、まあ、そうそう簡単な問題ではないということですね。で、まあ、国家賠償法っていうのがあって、まあ、これはまあ717条と、まあ、大してほとんど変わらなくて、まあ、普通の動物の場合は717条と全く同じだと思っていいと思います。というわけで、まあ、とにかく、法律的な問題、責任の問題は依然として残るにしろ、まあ、とにかく設計審査をやらせようと、こうは始まっているということです。で、あともう、時間がほとんどないので、あと、もうこれとかこの話を2つを細かいことすることはできません。で、この建築関わる基本なんですけども、これはですね、去年の10月11日に、これらを、高度交通省の、方針とするという決定がなされます。で、文書自体はここにあります。これホームページでこのまま引っ張っておきます。私もこれで引っ張ってきます。で、これは、その土木の、とそれから建築の、まあ、両方のスタッフが3年間かかってですね、分野構造種別を超えて、まあ、その取りまとめたということで、その診断性設計、臭い方への診断設計に対して対応したと。で、内容の特徴といって、これもホームページで開いてきた通りなんですけども、まあ、要するに ISO 規格とかユーロコードを含めた設計技術標準とは基本的に整合していると、要するに国際的に通用するようになっていると。で、なおかつ通用するものになっていると言ってて、でなおかつ地震工である我が国の特性を反映されたように提案を行うことを意識した。で、先ほどのあれですね、修復限界を入れろというのがそのことらしいです。で、あと、まあ、コード4コードライターという位置づけの技術標準としてやって、で、まあ、その全体を包括するものとなっています。だけども個別の構造物の事情はそれぞれに、合わせる議論に委ねると、こういうことになっています。で、内容なんですけども、まあ、だから安全性、使用性、修復性、こうやって、でそれから、まあ、信頼性のことをやるためには設計許容期間というのを必ず決めなさいと、まあ、こういうことですね。で、あと信頼性をの考え方を基礎として、その性能のチェックをしなさいということです。それから、耐震設計では耐震性能を維持し、それに対する地震動レベルを設定するということになっています。だ、まあ、今までの土木のやつことも全部、まあ、一応入ってますから、まあ、まあ、かなり広い、広く解釈できる規定になっています。で、まあ、あと、文書等をずっ と、手元にございますので、それは、まあ、何が書いてあるか読んでいただければいいかなと思います。で、今日はもうちょっと時間がないのでこれは飛ばします。あと、これちょうどないところ、これ出てきましたからあれなんですけども、ISO2394 というところに、まあ、作用っていうのが、まあ、定義されてるんですね。で、ここに書いてあるこの作用っていうのは ISO2394 と全く同じあれなんですけども、定義なんですけども、作用とは構造物に集中し、また分布して作用する磁極的な力を総称。そこで作用と構造物に課せられる変形や構造物内の拘束の原因となるものを間接作用とこうあるんです。あと、それから材料劣化させるもの環境作用とこうあります。これ環境作用といったのはこれ、このドキュメントが初めてで、まあ、環境的影響っていうのはまあ普通の、あれなんですけども。で、これこの間接作用って2394と全くその日本語同じなんですけど、これ実は誤訳だということに気がついたんですよ。で、もともとの2394とこう書いてあるんです。The cause of deformation imposed on the structure は constraint にこう書いてあるんですね。で、この文章を読むと imposed と constraint っていうのは当然並列だから、その変形や拘束の原因ではないんですね、どう見ても。だから構造物にインポーズドまたはコンストレインドされた変形の原因のはずなんですね。
で、じゃあインポーズドはコンソレントってどんな意味かっていうと、インポーズドっていうのは上に置くっていう意味だし、コンソレントっていうのは強く抑えるっていう意味だから、そのインポーズっていうのはその上に置くっていうこと、これはまあ普通の荷重だということね、言ってみれば上に置かれるものっていうことだけども、まあ先ほどの直接作用ではない、直接作用ではないということで、間接的に働く、間接的に働く荷重みたいなもの、それは何かというと、まあ多分慣性力みたいなもの。あとコンストレインドは今度は、逆に力ではないと、力ではなく非強制的な作用ということで、これはまあ地盤の変異などを指しているんだろうと思います。で、大事なことはこちらはこれらはどちらもその相互作用、要するに周りのその支持しているものと構造物との相互作用によって決まる作用だと。例えば慣性力なんかも構造の応答によって変わるということですね。要するに地震動そのものではないということ。だからちょっとこれが楽なんですね。構造物に働く間接的な力、または力ではない強制的な作用で変形の原因っていうのがいいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、どうなりますか、分かります。さて、ちょっと時間がないので、あれを東部建築のやつを簡単に走っていきますけれども、耐震設計のところでは、設定した耐震性能を明示し、それに対して地震度レベルを設定しなさいと。で、それは耐震性のマトリックスのいずれかに該当するものであることを基本とすると、こうなって、で、耐震性のマトリックスというのはこんなことが書いてあるんですね。で、例えばその地震度レベルとしては、例えば数度は経験するものとか、まれであるとか、ごくまれとか、で、土木が散々いたので、最大級地震動というのが入っていると。それに対して、性能の方は機能が確保されているというのが使用限界で、継続使用が可能であるというのが使用限界で、人命に対して安全性とか確保されているというのが使用限界だと、まあ、で、この中でどれをチェックするかを、まあ、こう丸を入れていきなさいと、まあ、こういうことなんですけども、まあこれでもいいんだけども、これでないといけないというのはやっぱりちょっと、困るなというのが、まあ、私の率直な感想です。というのは、まあ、先ほどのレベル1の話はこの中には絶対入ってこないですし、まあ、いろいろ、例えば機能が確保されているのはないなという使用限界状態というのも、まあ、非常に難しいで、そういう入力の話はごちゃごちゃ言う割に、実は性能の検証方法についてはほとんど何も決めてないっていう。で、どうもその信頼性の人たちはですね、やたら入力の話をだと確率で表せという割には、自分では全然データの実績がないからできないよって言ってる風になって、でもちょっと不満ではない。さて、もう時間もないので、もう次にフォーカスコードになります。で、フォーカスコードっていうのはこれに、続いてやるはずだったんだけど、内容は全然違うという話は最初にしました。で、フォーカス設計コードというのは、性能設計の概念に基づいた構造物設計コード作成のための原則指針と用語ということで、構造構造指標委託で土木学会がやったということです。で、これ今最終段階になっています。で、院長草壁先生で、13年度から14年度と言ってますけども、実は14年度1年で全部やりました。で、細かいその、条文は別としてましてですね、大事なことを少しやります。で、まず設計フォーマットの概念としてですね、こういう順番でやりなさいよってことですね。で、まず構造物の目的っていうのを決めなさい。で、目的とは何か、まあちょっと、で、目的を決めたら、その目的を、そういうその実現するための機能と要求性能というのを決めなさい。で、この機能とか要求性能を決めてるときには、それをどういうふうに調査するかというのは全然考えなくてよろしい。とにかくこういう性能が構造物に欲しいんだというのを全部挙げなさい。でもそんなことを言うと、チェックできない機能がいっぱい出てくると。例えば環境に配慮しなさいって、どうやってチェックするんだとかですね、いろんなことが出てくる。例えば綺麗な構造物を作りなさいって、どんなのが綺麗なものですかって、それ具体的に例えば数字で言ってくださいって、大変困るわけですね。で、その中から実際にこうチェックできるものだけを取り出して、それを性能規定として規定しなさいと。で、そのどういうふうに、でここで規定すると、どういうふうにその性能をチェックすると決めてあるかが決まるから、でそれに対して、まあ、2つの方法でその調査をしなさい。
で、まあこれ名前をつけるのがいいとかいうのがいろいろ、まあ皆さん結局名前つけずに A、B です。で、そのアプローチ A っていうのは、これはもう性能、いわゆる性能設計で、どんな方法でやってもよし、どんな方法でやってもいいから、とにかくこれが満たせることを証明しなさい。で、アプローチ B というのは、まあ、今までの例えば設計基準みたいにかなり細かく、ここの断面はこうしなさいとか、鉄筋量は最低こんだけ入れなさいとか、こういうような規定でこの性能が満たされているということを証明してもいいよっていう、こういうことです。で、あと目的とか、あれはどんなものかということなんですけども、目的というのはですね、まず一番大まかな目的っていうのは、やっぱりその商用利用なのか公共利用なのか防災なのか、これはっきりしなさいですね。で、それからもう一つは、構造物っていうのは、そのいろんなその構造、大きな構造物のネットワークの一部とかになったりする、非常に階層的なんだけども、そういうのを、その目的の中に入れてもよろしいということで、まあ、例で見るとよくわかると思うんですけども、例えば多目段系ダムの目的は何だというと、これはもう小学校で分類できるんですけども、まあ、発電灌漑、例えばそれから洪水の防止だとか言いますね。発電というのは基本的には商用利用だし、それから例えば灌漑とかいうことになると、これはまあ公共利用だということになりますね。それで、水害の防止はまあ防災だと、こういうような目的があるということです。で、道路橋はっていうと、例えば道路ネットワークの一部を構成することによって、まあ、地域の経済の発展に寄与すると、こういうことではないかということですね。だけども、それだけでいいかっていうと、それだけでじゃあ道路の目的が全部進むか、多分そんなことはなくて、多分こんなことが入ってるんですけどね。で、こういうことをちゃんと書きなさいっていうのが目的なんでね。また災害時に緊急救命活動を支援することによって公共の福祉の向上をするとかですね、まあ、防災なんですけども、で、こういうのがその本来の目的の中に入ってるはずでしょうって。で、こういう話をきちっと最初にやらずに設計するもんだから、後から例えば地震来た時に何で壊れたんだとかですね、なんでこうこんな、あ、なんだとこういうこと言われることになると。で、例えばその道路公団なんか最近は問題になってるけども、道路公団で採算性が悪いから何とかしろって、でも最初からそんな採算性なんか考えてないとかいう人もいるわけですよね。最初にだから目的きちっと決めずにやってるから言われても困るっていうことになると。最初にちゃんとそういう何を目的にするのか書きなさい。それによって設計は変わりますよっていうことですね。まあ言ってみれば商用利用なのか、それとも公共利用なのかに随分設計自体も変わってくるはずなんですね。商用利用であれば、とにかくその期間ちゃんとできて、その要するに利潤が得ればよろしいっていう、そういう割り切った設計でもできるわけですね。ですから、まあ、そういうことをきちっとしなさいというのは目的。で、次に、要求性能なんだけども、要求性能っていうのはまあ2つある中に。で、1つは機能と言われるんですね。で、例えば橋であれば、橋であればですね、道路橋であれば、その機能っていうのは、まあ、とにかく車を通すこと、これが一番求められていること、道路橋の機能。これさえ満たせれば、とりあえずは問題ないわけですね。こんだけの例えば交通量を通過させなさい、通過させます、できる文句があるからというですね。でも実はそれだけでは済まなくて、実はそんな例えば不快に感じるほどの変形を生じさせないとかですね、例えば通常考える災害時も含めて機能を経済的に維持できないといけないとかですね。で、あとは大変前の災害時においても人的資材を表しないとかですね。まあ、こういうものがこう出てくる。で、まあ、一番もう元 のもうこれがなかったら存在価値がないっていうことと、まあ、その分の機能 でその機能をいかに維持するかっていうところが要求性能で、実はけども機能と要求性能っていうところは、実はこの間の線っていうのはかなり、曖昧なとこがあるから、まあとりあえず今回はっきり分けるのはやめようって言って、全体を要求性能と呼んで、まあ、その中に機能の部分とそうでない部分がありますよという、こういう分け方にします。で、実は、他のやつでもね、機能とかですね、要求性能とかいっぱいその言葉を使ってるんですけども、ここで初めてだからそういう言葉の意味を定義します。で、要求性能っていうのはとにかく、まあ、何でも本当は言いたいわけですね。どうせ橋作るんだったら綺麗なのがいいとかですね、どうせ橋するんだったらこんなのがいいっていうのがありますね。で、それでそういう要求性能がどんどん増えてくれば、当然コストが自然に増加してきますから、
言ってみればその要求性能っていうのはそういう付加価値ですねとコストのバランスをどうするかっていうのを規定しましょうということです。で次に要求性能が決まると次は性能規定、その中からその選択してですね、とにかく適切な手法で調査できるものを性能規定としてしなさい。でほとんどの場合はその性能規定というのは限界状態に引き当てられますよ、限界状態に引き当てられると。でその規定はその限界状態とそれから作用ですね、どんな地震動とかする作用とそれと、その時間、この3つの要素で規定されますよということです。でここで今回初めて時間というのが入ります。で時間というのは、まあ、例えばそのこう縦軸性能でだんだんだん時間とともに性能が落ちてくると。で、まあ、性能規定がここにあってここよりも大きければよろしいよと。これ例えばこんなやつだとそうすると設計期間でその間にこう例えば下回らないように設計しなさいと、まあこういうことなんですね。だけども途中で例えば補修しますと決めるとそうすると設計供給期間を伸ばすことができる、最初からですね。とか途中で補強しますよと、こうするともっと伸ばすことができるという、まあ、こういうのも含めてそういう、設計をしなさい。だから途中で例えばこういう補修をしますとか補強しますとか、そういうのを含めて設計の中に入れましょうということで、性能規定っていうのは、設計者の自由と社会的要請による制限とのバランスを規定しますよということですね。基本的にですね、設計コードっていうのは、これはもう、その制約なわけですね。で、設計者の自由度を制限するものです。ですけども、性能設計の趣旨からいくと、できるだけ設計コードによって、その設計者の自由度をその制限するようなことはできるだけやめましょうというのが、まあ、基本だと思うんですね。だから、本当に最終的にこのだけは、チェックしますよというものだけを、まあ、その性能規定として規定してください。こういうことになります。それで、まあ、あと審査の方法は先ほど言いましたアプローチ AB で、それで、アプローチ A の場合はとにかく審査を受けないといけないですよ、こういうことを、決めています。ただ、とにかく、方法とかその調査をする方法とかは制限はありません。それはもう設計者自由に決めてください。こういうことですね。アプローチ B は事業者が指定する下位の設計コードで基づいて性能を調査してください。こういうことになります。で、設計物設計設計報告書はきちっとこうやって作りましょうと。まあ、こういう話です。でまあ、もう時間なのでこれで終わりますけども、あとまあ愛想今のような話を全部できるだけ入れてここに愛想を作ろうとこういう話になっております。でここで決めると、本当に、もう一回だから日本の上に来て、でこれに従わないといけないという規定になりますから非常にまあある意味構成力が強くものになりますけども、まあ国際的な、関係もあるのでこれをどういうふうにするかというのが、まあ、今非常に問題になっているということです。はい、まあ、一応時間ですのでこれで終わりたいと思いますけど。